ウィリアムズバーグの戦い、ウィリアムズバーグの戦い、ウィリアムズバーグの戦い、A、バトルオブ・ウィリアムズバーグは、南北戦争初期の1862年5月5日、バージニア州ヨーク軍、ジェームズシティ軍及びウィリアムズバーグで、半島方面作戦の一部として行われた、戦闘である。半島方面作戦では、最初の海戦であり、4万千名の北軍、 ポトマック軍と3万2000名の南軍が戦い、決着はつかず、南軍が撤退を続けることになった。1ヶ月続いた、ヨークタウンの包囲戦から南軍が撤退した後で、北軍ジョセフ・フッカー殉将の師団がウィリアムズバーグ、近くで南軍の後衛に遭遇した。フッカーは、ウィリアムズバーグ道路に沿った土森りのマグルーダートリデを攻撃したが撃退された。 ジェームズ・ロング・ストリート少将が指揮した南軍の反撃は北軍の左側面を圧倒する恐れがあった。フィリップ・カーニーの師団が到着し北軍の陣地を安定させた。続いて、ウィンフィールド、スコット・ハンコック巡将の旅団が動いて南軍の左側面を脅かし放棄されていた二つの捕類を確保した。南軍は反撃したが不成功だった。 韓国区の局所的な成功は生かされなかった。南軍は夜の間にリッチモンド方向への撤退を続けた。南軍のジョセフ・ジョンストン将軍が5月3日の夜にヨークタウンの戦いにおけるウォーウィック前線から思いがけずその軍隊を撤退させ、北軍のジョージ・マクレラン少将は意表をつかれ、即座の撃の用意もできていなかった。5月4日、マクレランは騎兵隊指揮官。 ジョージ・ストーンマン巡将に、ジョン・ストーン軍の後衛を追撃させ、ポトマック軍のおよそ半分を、エドウィン・ V ・サムナー巡将の木で、ストーンマンの後を追わせた。また、ウィリアム・ビー・フランクリン巡将の師団には、ヨーク川の輸送船に乗せて上流に向かわせ、それで、ジョン・ストーン軍の退路を立とうとした。しかし、船に兵士や装備を乗せるのに2日間も用してしまい。 5月5日の戦闘には間に合わなかった。フランクリン師団は上陸して5月7日のエルサムズランディングの戦いを行った。5月5日までに、ジョンストン軍は道がぬかるんでいたのでゆるりと行軍し、ストーンマン騎兵隊は、ジョンストン軍公営の J.E.B. スチュアートの騎兵隊と小競り合いを演じた。ジョンストンはその軍隊の大半が自由になる時間を取る。 ために、以前ジョン B ・マグルーダー巡将が建造していた、ウィリアムズバーグ道路にまたがると森の大きな、マグルーダー砦に、その軍隊の一部を派遣して、後方を支えさせることにした。第三軍団ジョセフ・フッカー巡将の第二師団が、北軍新軍の先導不評隊となった。フッカー隊は、マグルーダー砦と射撃合戦さらに砦から南西に、円弧状に展開する、小さな、 トリデ軍を攻撃したが、撃退された。ジェームズ・ロング・ストリート少将が指揮した南軍の反撃は、北軍の主力が到着するのを待ちながら、早朝から単独で争っていた、フッカー師団を圧倒する勢いになった。フッカーは、第四軍団、ウィリアムカイ・ボールディ・スミス准将の第二師団が、北のヨークタウン道路を行軍しており、戦いの音を聞いて、 フッカー師団の右手に来て支援してくれることを期待していい。しかし、スミス師団はサムナーの指示でフッカーの陣地からは1マイル以上離れて止まっていた。スミスは南軍が砦を出てヨークタウン道路上を攻撃してくるのではないかと心配してた。ロングストリート隊こそ砦を出たが彼らが攻撃したのはフッカー隊でありスミスやサムナーの部隊ではなかった。 南軍カドマス・エム・ウィル・コックス巡将の旅団が、フッカーの前線に強い圧力をかけた。ヤンキードゥードルを演奏していた、連帯音楽隊が通り過ぎる時に撤退する部隊を、遅らせ、部隊を休合する時間ができて、午後2時半頃に、第三軍団フィリップ・カーニー巡将の、第三志願の至るによる支援が間に合った。カーニーはこれ見よがしにその前哨戦の前に、 馬で乗り進んで状況を把握し、片腕をなくしていたが残っていた腕でそのサーベルを、きらめかせ、部隊に前進を促した。南軍は、リーズミル道路から押し出され、森や防御線の坂もぎの向こうに下がった。そこで、激しい銃撃戦が、午後いっぱい続いた。フッカー隊が、マグルーダー取り出の正面で南軍と対峙を続ける、中で、スミス師団、ウィンフィールド、 スコット・ハンコック巡将の第一旅団が、北軍の右手数マイルを行軍しており、ジョーンズミル池を作るためにせき止めていたところで、カブクリークを渡り、正午頃にロングストリート隊の左側面に砲撃を始めた。ロングストリートの予備軍を指揮していた DH ヒル少将がそれ以前にジュバル・アーリー巡将の旅団を派遣して、ウィリアム・アンド・メアリー大学のグラウンドに配置していた。 国軍の砲撃の音を聞いたアーリーとヒルはその方向に急行した。アーリーは指揮する部隊を分けて、自らは二個連隊、第二十四及び第三十八バージュニア不評連隊を率いて、適切な偵察も行わずに森を抜け、出たところが敵の側面ではなく、放棄されていた二つの捕留を占拠した反国隊の真正面だった。アーリーは自ら、 第24バージニア連隊を指揮して無益な攻撃をかけたが、肩を貫通する銃弾で負傷した。ハンコックはサムナーから繰り返しカブクリークまで部隊を交代させるよう命令を受けていたが、南軍の攻撃をその陣を守る言い訳に使った。第24バージニア連隊が突撃をかけた時に、ヒルがアーリーの残りの連隊第5ノースカロライナ連隊を率いて、 森の中から現れた。ヒルは状況の難しさを認識する以前に攻撃を命じた。ハンコック隊は3400名の不評と八門の大砲があり、1200名足らずで大砲の支援もなく、攻撃する南軍の連隊に部隊よりも勢力で勝っていた。ヒルは攻撃が始まった後で中止を命令したが、ハンコックが反撃を命じた。 ノースカロライナ連隊は302名の損失を出し、バージニアのニコ連隊も508名が損失となった。北軍の損失は約100名だった。この戦闘の後、その反撃は素晴らしく勇敢な重拳突撃として広く知られることになり、マクレランがハンコックの極上功績と表現したことから、ハンコックには極上のハンコックというあだ名がついた。午後2時頃、 北軍第四軍団奈良安高チ巡賞の第一、師団ジョンジェーペック巡賞の旅団が到着して、フッカーの前線の右手を支援し展開した。この段階までに、フッカーの前線は、マグルーター取り出前の開けた地面から押し返され、南軍の防衛線から約六百内視千ヤード、離れた坂もぎや、深い森の中に入っていた。フッカー隊の中で、 第一アメリカ軽装砲兵隊チャールズ・エイチ・ウェバー、隊員の H 大隊とニューヨーク軽装砲兵隊、ウォルター・エーム・ブラムホール隊員の第六大隊が失われてその士気は恐ろしく下がってた。ペック隊の戦場への到着とブラムホール大隊の旅団としての復活が対却の瀬戸際にあった、フッカー師団にとっては大事な瞬間となった。北部の新聞は、この戦闘を 北軍の勝利と報じた。マクレランは優勢な敵軍に対する輝かしい勝利に分類したが誤っていた。しかし、ウィリアムズバーグの防衛は南部から見れば北軍の進撃を散らたことであり、それで南軍の大半はリッチモンドへ向けた退却を続ける余裕ができた。南軍の損失は5月4日の騎兵戦を含め1682名であり、 北軍は2283名だった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。